森近運平は日本の社会主義活動家、高徳事件で処刑された12名の一人、岡山県出月郡高山村出身、岡山県立農事講習所卒業、岡山県職員となるが公式な会議で戦時国際不買を呼びかける演説をしたため、面会となった。1906年2月、日本社会党結成に参加。1907年、 宮武骸骨の支援により、大阪平民新聞総監。1909年、高徳周水など同志と倫理観で対立し、岡山に帰郷。地元で、当時高等園芸と言われた、温室裁判など農業改良運動に従事した。1910年の高徳事件で逮捕された。地元の農民は無実を信じ、教育者、宗教者であり、登園にも当たりかねて、より、 運兵をよく知る佐藤信夫に除名を依頼。要請を受けた佐藤は、岡山県知事、岡山県警察部長と打ち合わせ状況、内務省警報局長、有松秀吉に対して、除名嘆願をしたが、判決の6日後の1911年1月24日に、刑が執行された。30歳没。注釈出店。ありがとうございます。